アイテム番号 SCP-176JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-176JP は必要最低限の家具などが備え付けられた標準の人型収容室にて収容されています。 SCP-176JP は食事や水分の摂取排泄を必要としないため食事の配給などはしなくて構いません。 SCP-176JP のヘルメットには内部が映るように小型の CCD カメラが装備されており、担当職員は半日に一度充電のために新しいカメラと交換してください。また SCP-176JP は喋ることや日本語を理解することはできませんが、英語による筆談でのコミュニケーションは可能です。説明。 SCP-176JP は異常性を持つ宇宙服を着た男性です。 SCP-176JP が着ているのは1980年代にアメリカで使用されていたオレンジ色の緊急脱出用宇宙服 The Shuttle Ejection Escape Suit です。主に目立った改造などは施されていないように見えますが、それを脱がせることはできません。また、ヘルメットの遮光バイザーも未知の手段により固定されており、あらゆる物理的影響を受けません。特筆すべきはヘルメット内部の構造で、SCP-176JP のヘルメットの中には頭ではなく、縮小されたアメリカの地方部に存在すると思われる1980年代の一般的な平屋住宅とその周辺領域があります。これが単なる映像なのか、実際にヘルメット内に存在しているのかは不明です。SCP-176JP の中に再現されている家には、30代と推測される白人の女性と、幼い子供が住んでいます。彼女たちはヘルメットの中に閉じ込められているというわけではなく、出かける際などは、ヘルメットの外側の領域に出て消えることができます。中でどのような会話が行われているのかを聞くことは、ヘルメットの気密性が異常に高いため不可能です。SCP-176JP はその気密性ゆえに、会話によるコミュニケーションは不可能で、財団は筆談によるインタビューを行っています。SCP-176JP はあまり饒舌ではなく、多くの場合、家に帰りたい、とだけ書いてインタビューを放棄します。SCP-176JP は日本語が理解できないため、職員は英語で質疑応答を行ってください。なお、SCP-176JP は喋ることはできませんが、未知の手段により音を聞くことや、周りのものを見ることができるという点を職員は留意しておいてください。SCP-176JP は本名をジェイク・ロックウェルであるとインタビューで語っており、アメリカの宇宙飛行士であったと主張しています。しかし、米財団や NASA に問い合わせてみたところ、ジェイク・ロックウェルという宇宙飛行士は今までに存在していないとの返答が返ってきました。しかし、いくつかデータベースに不自然な穴があり、存在していたというデータ自体が過去に削除された可能性があると指摘しました。SCP-176JP は2000年月、日に、県の山中でさまよっていたところを保護されました。第一発見者である農家の男性によると、激しい光が山の中で見えたので何が起きたのか確認しに行ったところ、SCP-176JP を発見したとのことです。農家の男性は付近の交番にいた警察官に通報し、そのことは財団が警察内部に持つ情報源にも伝わりました。周辺地域にはカバーストーリー、送電線の断線、が流布され、農家の男性と警察官は A クラスの記憶処理を行われた後、解放されました。観察ログ176JP。特筆すべきもののみを記載。176JP。03年月、日、2000年月、日、概要。夜に家の前に黒塗りのリンカーンタウンカーが1台現れ、停車した。中からスーツの男が2人現れ、戸口に出てきた女性に何か紙を見せる。女性は泣き始めるが、男たちはそのまま車に戻り、ヘルメットの外に出て行ってしまう。女性は、
心配そうな様子で出てきた子供をなだめ、家の中へと戻っていった。状態、この時、SCP-176JT は非常に動揺した様子を見せ、収容室内を落ち着かなそうに歩き回った。176JT、109年月日、2000年月日、概要、家のリビングルームで、子供がケーキの上に立っているろうそくを吹き消し、女性がそれを見てほがらかに拍手をしている。女性はテーブルの下から、綺麗に包装された包みを取り出して子供に手渡した。子供が包みを破ると、中から本が出てくる。高精度カメラを持ってしても題名などは読み取ることはできなかった。女性は心配そうに何かを言うが、子供は笑顔で首を横に振ってそれに答えた。状態、SCP-176JT は平時よりも落ち着いた様子で、ただじっと椅子に座っていた。ほい。インタビュー 176JT-71 はこの後に行われた。インタビュー 176JT-71、筆談により行われたものの翻訳。インタビュアー、あなたに何が起きたのか、教えてください。そうすれば我々もあなたを家に帰してあげることができるかもしれません。SCP-176JT、船に異常が起きて、私は外に投げ出された。長い間、宇宙をさまよっていた。酸素がなくなりそうになった時、彼らに回収された。インタビュアー、彼ら、とは SCP-176JT。私も何と言ったらいいかわからない。何か高度な存在だというのは分かった。しばらく身体のあちこちをいじった後、彼らは英語で、私の望みは何だと聞いてきた。何でも叶えてやると、インタビュアー、何と答えたのです。SCP-176JT、家に帰りたい。家族と一緒にいたいと。インタビュアー、その後はどうなったのですか？ SCP-176JT、記憶はない。気づいたらここにいた。この後、SCP-176JT はインタビューの続行を拒否した。ほい。SCP-176JT はその起源やコミュニケーションのたやすさから、米国の財団施設への移送が検討されていますが、それがいつになるのかは未定です。